肉畜生産ステーションは江別市元のっぽろにあり、肉牛の畜舎、綿羊、豚、鶏など中小家畜の畜舎群の2カ所の農場で畜肉や鶏卵生産を行うほか、肉畜や採卵鶏、放牧栽装置を活用した実践的な教育や研究に活用されています。ここで畜産を学ぶ学生たちが実習や研究を行うほか、1年生は全員見学の精神を学ぶ実習の中で肉牛や中小家畜に触れ、家畜の管理作業を体験を通して学びます。2008年に設置された肉牛の牛舎では、約65頭の黒毛和種や日本短角種などを繁殖から肥育まで一貫して飼育しています。学生が飼料設計を行うほか、飼料の給与や牛舎の掃除、牛の飼養管理を行いながら研究する実学教育を行っています。濃厚飼料の量を減らして、ビールかすやふすま、小麦など地域にある粗飼料を有効活用しながら、肉質の良い牛を飼育する方法について研究しています。黒毛和種についてはビールかすサイレージを肥育用飼料に2割から3割を混ぜ、農場産の牧草を最後まで放食給与して肥育しています。夏期間は鶏産牛は昼夜、育成牛子牛は昼間放牧地に放して飼養しています。こうして育てた肉牛は枝肉成績が最高等級の A5 を獲得したものもあります。肉牛の共進会にも積極的に出品し、優秀な成績を収めています。中小家畜の畜舎は2014年に完成しました。豚舎では繁殖豚を飼育しています。生まれた子豚は6ヶ月ほど肥育して出荷します。地域の未利用資源を用いた飼料を活用して良質な豚肉生産に努めています。鶏舎では白色レグホン種とロードアイランドレッド種などをケージと平飼いで飼育し、卵を取っています。養舎ではサフォーク種とテクセル種を飼育し、今後繁殖により頭数を増やす予定です。